村信子君。日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず地域経済について大臣の認識を伺いたいというふうに思います。全国知事会会長、全国市長会会長、全国町村会会長の皆様方が新型コロナウイルス感染症の影響について以下のように述べられておられます。国内に目を向けると、イベントの自粛要請等に伴う消費の落ち込みや国内外の観光客の減少、従業員等の休業に伴う工場の操業停止、サプライチェーンへの影響による生産や工事の遅れなどにより、特に中小企業、小規模企業者や農林漁業者にとっては、事業存続にも関わる重大な事態が生じ、実体経済への影響も深刻化しており、さらに日経平均株価もリーマンショック以来の下落率を記録するなど、経済を取り巻く環境は急激に悪化をしている状況である。国外においても中国や韓国に加え、欧米における新型コロナウイルス感染症の急激な拡大、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国の入国規制などに伴う人や物流の停滞が避けられず、株価が乱高下を繰り返すなど、世界経済は混迷の度合いを深めている状況にあるというふうにおっしゃられております。こうした地方3団体の会長の皆様方の現状認識、地域経済への危機意識、総務大臣も共有されていると思いますけれども、ご見解を伺いたいと思います。高市総務大臣。今般の新型コロナウイルス感染症にもかかる国内外の経済の状況、また影響というものについては、地方3団体の長のお考えと、私も認識を一にいたします。本村君。はい、そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で、観光業への打撃というのが相当なものになっております。政府はどのように掴んでいるのかということ、そして今後の見通しを考えているのであれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。観光庁、村田観光地域振興部長。お答え申し上げます。今般の新型コロナウイルスの影響で、世界中で旅行控えが発生しており、本年2月の訪日外国人旅行者数は、対前年同月比マイナス 58.3% となり、さらに今般の水際対策の強化もございまして、世界各国からの訪日旅行者数は大幅に減少しております。また、国内におきましても、旅行のキャンセルや予約控えが生じておりまして、全国の観光産業は大変厳しい状況に置かれているものと認識しております。また観光産業は旅行業や宿泊業のほか、貸切バス、ハイヤー、タクシー業や飲食業、物品販売業など、裾野が広く、地域経済全体に深刻な影響が出ているものと認識しております。本村君。旅行会社の方から次のようなお声をいただきました。9.11、リーマンショック、SARS の時と比べても本当に深刻なんだと。海外旅行の予約はすべてキャンセル、国内旅行も9割がキャンセル、小さな会社だが人件費や家賃、車、リースなど、ランニングコストは月250万は必要だと。で、雇用調整助成金もですね、申請するが、実際にお金が来るのは2ヶ月後というと。で、今後、経済が良くなる見通しもないのに、借金は難しいというお声です。また日本共産党の地方議員団、聞き取りをさせていただいておりますけれども、三重県の地方議員団からは、バスの会社からも、インバウンド向け、国内向けの、貸しバス、夜行の深夜バスでやっているが、インバウンドは中国の出国規制後、利用者はなし、国内向けも自粛要請以来、キャンセルで、4月は全くなくなったと。夜行バスもイベントの自粛で利用者が激変した、無利子・無担保融資について、融資にまで時間がかかるので、早くできるようにしてほしいというお声と、また動いていないのにバスのリース代が多額にかかると
というお声でございました。また三重県の別のバス会社は、2月下旬から仕事がなくなり、キャンセルで4月末まで仕事がないと、5月からキャンセルが出始めていると。で、このままではバス会社の半分は潰れるのではないか、キャンセル料への補填を行ってほしいと、仕事の再開が予想されるので、従業員は解雇せずに雇用を維持していると、休業手当の助成は平均賃金の 60% とされているが、助成率を引き上げてほしいというお声でした。また岐阜県の、観光協会では、ホテルの宿泊者数は10分の1に減っている、観光客、特に外国人が減っている、外国に頼っていたところは悲惨な状況だと、で利子補給などもあるが、借りてもどこまで払えるのかわからないと、4月、5月で収まるのかが一つの山場と、仕事を辞めるかどうかの瀬戸際だというお声です。で観光協会では、来てくださいというふうに言っていましたけれども、言えなくなったと、来てくださいというと、いろんなところから抗議に遭うと、消費税を 5%、0%、早くやってもらいたいと、消費税を下げれば回り出すというお声でした。でまた、雇用調整助成金、10割にしてほしいと、そうしないと、特にホテル、旅館はパートが多い、首を切ったとき、回復したときに人がおらんようになってしまうと、首は切れんと、全部自分ら の資金で出すのは無理だと、10分の10の保証をしてほしいというお声でございました。また商工会議所でも、先行き不安で困っていると、飲食やお土産や、4月、5月が乗り越えられなければ廃業倒産、この際早くという声も出ているということでございました。で、すでにですね、愛知県、静岡県、岐阜県では、ホテル、旅館の廃業、閉館が出ております。で、一刻も早く対策を取らなければならないというふうに思います。で、大変なのは、先ほど来、ご議論がありましたけれども、大変な産業は観光業だけではございません。廃業に危機のあるのは、ライブハウスですとか、カラオケですとか、バー、ナイトクラブ、飲食など、イベント関連ですとか、名指しをされたところも大変な状況になっております。で、フリーランスの方々も大変な状況になっております。これは皆様方と共通認識をしているというふうに思います。で、やはり感染拡大防止のためにも、要請、自粛とですね、補償はセットでなければならないというふうに思います。で、一刻も早くですね、支援をしなければいけないということで、家賃とか地代とか水光熱費、リース代、通信費などの固定費、一刻も早く観光に関わる中小企業をはじめ、中小、小規模企業者の方々への支援、フリーランスの方々への、直接支援、ぜひ、この声に早急に応えていくべきだというのを、まず経産省にお伺いしたいのと、あと厚生労働省にも、雇用調整助成金を10分の10にすること、2ヶ月も待たなくてもいいように早急に支給することと体制強化、またフリーランス、雇用保険の未加入の、非正規労働者も、一般労働者と同程度の所得保障を行うこと、社会保険料の減免を行うこと、こういう切迫したですね、状況の観光業、中小、小規模事業者、フリーランス、労働者を一刻も早く支援するべきだというふうに思いますけれども、ご答弁をいただきたいと思います。じゃあ、まず宮本経済産業大臣政務官。本村委員から今ご指摘ございました。委員のご発言の中にもございましたが、さまざまな業種、またさまざまな規模、中小、小規模、また個人事業者やフリーランスの方々から多くの声が寄せられているのは、経産省としても把握をしております。そして先ほど西岡委員からのご質問に対して、中小企業庁からも類似のご答弁あったかとは思いますが、今回、無利子無担保、これを政府系金融公庫等でやっておりますが、さらに民間にも伸ばしていく、ただし、これから先の見通しが立たない中で、借りたくても、これはやっぱり躊躇する、これが本音の声だとも認識をしております。これからしっかりと事業を持続継続させる、そして雇用も維持をしていただくために、
中小企業、小規模事業者、フリーランスの方々にも迅速に届くような給付金、これを検討しておりますので、一日も早く具現化できるように、鋭意先進努力をしてまいりたいと思います。橋本厚生労働副大臣。お答えをいたします。厚生労働省といたしましても、その雇用を守っていくということは大きな課題だ、そして果たさなければならないことだというふうに思っております。その上で、委員からご指摘をいただきました雇用調整助成金につきましてですけれども、本来は中小企業3分の2、大企業2分の1という助成率でございますが、これにつきまして、その4月から雇用調整助成金の助成率について、解雇等を行わず雇用を維持する企業に対して、正規雇用、非正規雇用にかかわらず、中小企業では 90%、大企業でも 75% に引き上げるというところにしたところでございます。また2ヶ月もかからないようにお話はございましたが、その事務処理体制の強化、手続きのさらなる簡素化などを進めるということで、迅速にできるように、そうしたことを取り組んでいきたいというふうに思っております。またフリーランスの方などへのご支援ということでございますけれども、小学校などの臨時休業などに伴いまして、子どもの世話を行うために仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、正規雇用、非正規雇用の方だけではなく、個人で委託を受けて仕事をする予定であった方、これは個人事業主、あるいはフリーランスと呼ばれる方も当たる方がおられると思いますが、そうした方々に対しても、支援を広げるということにしておりまして、申請の受付を開始しております。今後、対象となる休暇取得の期限を延長いたしまして、令和2年6月30日までの間に取得した休暇等についても支援をしていくということを考えております。また収入の減少等によりまして、当面の生活費が必要な方については、生活福祉資金貸付制度に特例を設けまして、従来の低所得世帯の要件を緩和し、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる、このようにしております。また、厚生年金保険料との納付を猶予する仕組みにつきましてですけれども、これは現場で柔軟かつ適切な対応を行われるように、原則として1年は納付を猶予するともに、担保を提供できるところが明らかな場合を除き、担保を不要とするなど、審査の簡素化、迅速化などを行っているところでございます。こうした支援によりまして、国民生活にとって最も重要な雇用をしっかり守ってまいりたいと考えております。本村君。ぜひ力強く一層支援を強めていただきたいと、そして早急に出していただきたいということを、強く求めておきたいというふうに思います。で、観光業でいろんな声を聞いているんですけれども、先ほど挙げましたところとは別の件なんですけれども、あるホテルでは客室 90% から 20% 台へなってしまったと。で、レストランは1日平均120人だったのが10人になってしまったと。で、会議室はゼロになってしまったと。で、ゴールデンウィークもほとんど予約はないと。で、あるホテル旅館生活衛生同業組合さんがアンケートを取られたんですけれども、昨年3月と比べ売上が 60% 以上減少、ここには 80% 以上減少のホテル、旅館も入っているんですけれども、そこが 73.9% にも上っております。で、先が見えない中で、売上がないのに固定資産税などを払わないといけないと、やってほしいのは固定資産税の減免だと、猶予ではなく減免だというお声でございます。で、固定資産税というのは、自治体の基幹税でございますので、判断は自治体ということになってまいりますけれども、固定資産税の減免に踏み切れるように、国が税収の大穴が開かないように、財政措置、財政支援をして、固定資産税の減免に踏み切れるようにするべきだというふうに思います。補正予算などにも盛り込んで、ぜひ早急にやっていただきたいと思いますけれども、総務大臣、お願いしたいと思います。高市総務大臣。まずは3月18日に、地方税法に基づく、徴収猶予、などの措置をですね、納税者の置かれた状況に十分配慮して適切に対応していただくよう、通知を発出して、各地方団体に要請をいたしました。それから固定資産税の減免については、これも官邸で、業種別にヒアリングをずっと続けておりました中で、
特にまあ旅館ホテル業の皆様から強いご要望がございました。でこの事業継続支援などの観点からの、まあ、ご要望でございますが、まあ、現在与党の税制改正プロセスにおいてですね、検討中であるという状況でございます。で総務省としましては、この固定資産税はおっしゃるとおり地方の基幹税で、ございますので、まあ、仮に、まあ、減免といった場合にも地方団体の財政運営には支障が生じないように適切に対応させていただきます。本村君、はい、ぜひこれも早急に減免してできるように、支援をしていただきたいというふうに思います。で沖縄県でもですね、平均稼働率 30% 以下にまで落ち込んでしまったと、今までにこんなことはなかったという宿泊業の方のお声も出ております。でまあ、猶予はいいんですけれども、その先の見通しが本当に見えない中でですね、払えていないと、猶予してもらっても払えていないということは大変重い気持ちになるというふうに思いますので、負担を軽くして応援をしていただきたいというふうに思います。ぜひとも観光業の損失に対する支援をするべきだというふうに思います。で温泉関係の方からはですね、上下水道の料金の減免を求める声も出ております。で災害の被災者の方の減免できるようにということで、私従来も求めておりましたけれども、その時はですね、水道事業者の判断という冷たい答弁でございました。ですからやっぱりこういう危機ですから、水道事業者が減免に踏み切れるようにですね、温泉関係の方々を含め、事業継続できるように財政支援をするべきだというふうに思います。これは厚生労働省と国土交通省、お願いしたいと思います。副大臣、橋本厚労副大臣。はい、お答えをいたします。今、水道事業についてのお尋ねでございますけれども、水道事業というのは地方公営企業として独立財産で経営されているものでございます。まあ、そのため、先ほどの、まあ、以前のお問い合わせについても、まあ、それに前提としたお答えをしました。今回もそれを前提とした答弁をせざるを得ません。まあ、今回 の、 その厚生労働省としては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえまして、水道事業者に対して、水道料金の支払いが困難事情がある方に対して支払い猶予と柔軟な対応するように要請をしているところでございます。まあ、水道事業者ごとにその必要性と内容を判断した上で対応いただいておるわけであります。でまあ、厚生労働省としてその経常的経費に対する財政的支援は、まあ、これまでも実施をしていないところでございました。まあ、今後ただ支払い猶予等に関する各水道事業者における取り組みの実施情報状況を把握し、情報共有を図るなどの、まあ、技術的支援につきまして、しっかり行って対応を働きかけてまいりたいと、このように考えているところでございます。国土交通省、植松、水管理国土保全局下水道部長。お答えいたします。今般の新型コロナウイルス感染の影響を踏まえて、国土交通省では下水道管理者に対して下水道使用料の支払いが困難な事情がある方に対してはですね、支払い猶予等柔軟な対応をしていただくよう要請しておりまして、各下水道管理者がその必要性と内容を判断した上で対応いただいているところでございます。また下水道事業の費用負担については、下水道法では下水道の設置、改築、修繕、維持管理のうち、設置または改築に対して国が補助できるとされております。このため、下水道管理者が使用料を減免した場合の補填については、国の補助対象となっていないところでございますが、下水道管理者による支払い猶予や減免の状況などを踏まえてですね、引き続き注視し、適切な対応に努めてまいりたいと思っております。本村君。もうすでに温泉の旅館などが潰れておりますので、ぜひこうした点も早急な対応を取っていただいて支援をしていただきたいというふうに思います。でホテルや旅館の客室にはテレビがあり、受信料の負担も大変でございます。 NHK の受信料も緊急に減免措置を取るべきだというふうに思います。で NHK の、免除基準の中に、非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の
期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものとございます。で、ホテル、旅館はもう緊急事態だというふうに考えております。総務大臣、そして NHK 両方にお伺いをしたいんですけれども、お客さんが急減をし、収入が激減をしているホテル旅館業の NHK の受信料、減免するべきだと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。高市総務大臣。3月30日に NHK の前田会長にお目にかかりまして、ホテル、旅館などの中小企業に関しまして、受信料の減免をご検討いただけないかというお願いをいたしました。この受信料の減免につきましては、放送法の規定により NHK が免除基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされておりますので、NHK から変更認可申請がなされた場合には迅速に対応したいと存じます。松原日本放送協会理事。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により多くの世帯や事業所が影響を受けていることは十分承知をしています。 NHK では新型コロナウイルスにより影響を受けた皆様から受信料のお支払いに関するご相談を受け付ける窓口を開設し、支払い期限の延期などに関するご相談をお受けしているところであります。例えば旅館ホテルなどが結んでいる事業所契約については1年間支払いがないと割引を受けられないというふうになってますが、この割引の解除期間の緩和などはもうすでに実施をしているところです。新型コロナウイルスの感染が急速に進み未曾有の状況になっていることから、先ほど総務大臣から答弁ありましたけど、3月30日に要請がありました旅館やホテルなどの中小事業者向けの受信料の負担については検討の要請がなされたことを踏まえて前向きに検討してまいりたいというふうに思います。松村君。一刻も早く受信料の減免で事業が継続できるようにしていただきたいと、そして働く人を守るようにしていただきたいというふうに思います。次に学童保育なんですけれども、新型コロナウイルス感染症の関係で学童保育の追加的経費の補助の申請で申請できなかったという学童さんが出ております。でそもそも国の急な一斉休校の要請があり、学童さんは原則開くようにということで国の連絡があり、そして自治体も人が少ない中でバタバタをして、そして周知が不十分であったと。で学童保育の現場では事務の人もなかなかいないという中で手一杯で子どもたちを支援をしてきたと、そういう状況が重なって今回の補助の申請が間に合わない事態が発生をしております。で3月10日の事務連絡には事業者に過度の負担をかけないようにということが書かれております。で人手がいない中で必死に子どもたちを保育している学童保育さんの申請間に合わなかった、そういう学童さんへの救済措置を国としても取るべきだというふうに思います。少なくとも自治体が、交付申請をした中で救済するということは可能ですねということ、またマスクや消毒液で申請したけれども、人件費も必要だったという場合、交付された額の中で柔軟に運用して救済するということはできますねということを確認させていただきたいと思います。内閣府藤原子ども子育て本部審議官。お答え申し上げます。報告児童クラブにかかる今回の3月の特例措置でございますけれども、小学校の臨時休業によりまして、平日の午前中から、解消いただいた場合の加算、それからマスクや消毒液等の購入費用の助成について、子ども子育て支援交付金 の、 メニュー事業といたしまして措置をしたところでございます。今回の措置では、概算払いでの申請ができるということにしたとともに、申請期限をぎりぎりまでに延長するといった配慮をいたしまして、市町村等の事務負担の軽減を図りながら、適切な申請を促してきたところでございます。あくまでも令和元年度予算の措置でございますので、年度内に交付決定、それから市町村への執行といったことを行うことが必要であるということでございます。
一方ご指摘のございましたもう少し柔軟な運用ができるのかというご指摘でございますけれども、子ども子育て支援交付金における今回の放課後児童クラブの特例措置につきましては、交付決定額の枠内で先ほど申し上げました2つ のメニューにつきまして、事業実績を踏まえて当初の申請内容と異なる配分で事業所にお支払いをするということも可能となってございます。従いましてご質問になりましたようなケースにつきましても、交付決定額の枠内であれば市町村のご判断によりまして、午前中から放課後児童クラブを開けていただいた場合の人件費等に充てるということは差し支えないというふうに考えております。本村君。改めて救済できることを周知するべきだということも申し述べておきたいというふうに思います。次に名古屋市がですね、デイサービスをやっている方々に休業要請をいたしました。で、名古屋市からは次のような緊急要望が来ております。厚生労働省の方にも届いているというふうに思いますけれども、次のように、要望されております。通所介護事業所等は中小規模の事業者が多く、休業等に伴い事業の継続が困難となる事業所が出てくることが予見され、介護保険制度の安定的な運営に支障をきたすのではないかと危惧するところです。国におかれましては、今回の本市における対応及び今後の他の自治体による介護保険指定事業者の休業要請に対し、介護保険指定事業所への保障制度の創設とそれに必要な財政措置を講じていただきたく、特段のご配慮、ご後輩をということで緊急要望が来ております。地域的には風評被害も出ており、利用者さんの減少ということも懸念をされる中でですね、ぜひ休業補償をして、デイサービス守っていただきたいというふうに思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。橋本厚生労働副大臣。お答えをいたします。介護サービスの提供を継続していただくということは必要大事なことでございまして、そのための支援策としていろいろな取り組みは行っているところでございます。例えばその介護報酬の特例としてですね、一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも介護報酬を減額しないという取り扱い、あるいはデイサービス事業所が利用者の希望に応じてその居宅を訪問してサービスを提供した場合における介護報酬の算定を可能にしているなど、あるいは先ほど答弁申し上げました雇用調整助成金、あるいはこれは答弁ありました無利子無担保内容とする経営資源資金融資などの活用ということも可能ということではあります。こうした特例や支援も活用していただきつつ、さらなる支援策について現場のご意見あるいは先生のご意見等も踏まえながら引き続き検討してまいりたいと考えております。本村君。ぜひ現場で踏ん張っているデイサービスの皆さん方が潰れることないように事業が継続できるようにさらなる支援をしていただきたいというふうに思います。で、今度愛知県の一時生活施設なんですけれども、新型コロナウイルスの患者さんで症状が現れていない方、あるいは軽症の方向けのベッドを県有の施設、医療機関ではない県有の施設で100床用意するという施策を愛知県は発表をいたしました。ところがそうしたものに対する財政支援は今のところないというふうに聞いております。感染拡大防止に有効な施策というふうに厚労省も考えているというふうに聞いておりますので、財政措置をしていただくということと、こういう措置でやりますと診療報酬で訪問診療ということになって、診療報酬となると患者さんの負担が出てまいります。岡崎医療センターで受けたときは患者さんは無料だったわけで、当然ながら感染防止のためにも患者さんの負担はゼロにするべきだというふうに思いますけれども、これもお願いしたいと思います。橋本厚生労働副大臣。愛知県さんの方で医療機関が重症患者を治療する機能を維持をするために症状がない感染者軽症者の方などを対象に一時的に生活が可能な入所施設を開設する、こういう発表されたことは承知をしております。で、そもそも今はその感染症法によりまして陽性がのであるということがあれば、症状が重かろうと、あるいは無症状の方もおられます、どの方も入院をするということになっております。これはなぜかというと、要するに病院に入院していただくことで必要な医療を提供するとともに、医療がいらなくても、感染拡大を防ぐというためにやっている目的です。そういう意味で、
その入院はしかし重症の方が増えていけばそっちの方を優先したい、無症状の方は、まあ、なので宿泊施設ということも我々たちは考えているところでございますし、その感染を拡大しないという目的に沿ったあの話でございますので、それを地方自治体が行う場合についてあのどうそれについて支援をしていくのかということ、あるいはその患者の方が、今の定義でいうと入院ではないので往診という話になる、そうすると診療報酬かかるね、ご指摘のとおりです。ただあのそうしたあの先ほど申しましたような目的に沿ってそうしたことを行うということですから、そのどう取り扱いをするのかあのしっかり考えてあのご指摘も踏まえて考えてもらいたいと思っております。本村君。あの大臣に最後一問やりたいと思ったんですが時間がございませんので、ぜひあの地方のさまざまな財政需要に対して財政支援していただきますよう強く求めまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に足立康